タジアム DJ のパトリックです。東京エンプロジェクト3日目最終日、ようこそ神宮球場へ。 Hi, my name is Patrick. You're welcome to 神宮 Stadium. I guess having fun. ここまで応援皆さんどうもありがとうございます。見取ってくれて本当にどうもありがとう。両チームも、ね、0点ということで0対0、タイスコアでこれから後半に入っていきますけども、後半はより皆さんボルテージを上げて力強い一戦を送ってスタローズを勝利へと導いていきましょうね。この後も応援よろしくお願いします。よろしく。さあ、それでは前半のスタローズのダイジェストをご覧ください。さあ、まずは長岡選手のこのバッティング、昨日猛打賞、早速ツーベース、ナイスアクション、ベンチも盛り上がります。先発はサイスニード投手、ここまで79球を投げて許したヒットはわずか2本、無失点ピッチング、ナイスピッチングサイスニード。さあ、そしてスワローズの打線いきましょう。竹岡選手、三遊間を破っていきます。ナイスポッチン、竹岡流星。そして長岡選手、これも三遊間を破っていきます。さらにオスナー選手もチャンスを広げる一打でした。さあ、ここまで長岡選手はヒットもうすでに3本を打っていますね。2試合連続の猛打賞となっています。この後も期待しましょう。さあ、お待たせいたしました、つば九郎の時間がやってきました。さあ、つば九郎のヘルメットチャレンジ、空中くるりパターン。さあ、皆さんの手拍子でいいリズムを作って成功へと導いていきましょう。応援団の皆さん、お願いします。さあ、皆さん、もっと大きな力強い手拍子で、はい、盛り上げていきますよ。はい、もうラウル、カバン、イエス。東京ヤクルトスワローズマスコット、つば九郎ヘルメットチャレンジ。さあ、ジャイアンツファンの皆さんも、もしよかったら手拍子ありがとうございます。さあ、東京エンプロジェクト3日目最終日、5月12日母の日、今夜ここで成功するか、つば九郎空中くるりパー、注目。皆さんも力強い手拍子ありがとうございました。